2017年の九州北部豪雨で甚大な被害を受けた日田市の小野地区。大規模な土石流により1人が死亡し、多くの住宅が倒壊。また土砂が川の流れをせき止め、浸水被害に見舞われました。6年前に大規模な土石流が発生した日田市の小野地区です。県の地滑り対策工事、今年度完了予定だったんですが、コンクリートが崩落しています。県はおよそ30億円をかけて小野地区の地滑り対策工事を実施。工事は今年度完了予定でしたが、今回の豪雨により再び一部が崩落しました。こちらは大肥川です。崩れた護岸が川の中に散乱しています。また6年前の豪雨で被災し復旧工事を終えていた河川の護岸も各地で崩壊が見られています。回収したばかりの場所が被災している現状に専門家は、これが不十分だっていうよりは働く災害力の方がそれ以上に大きかったんだろうというふうに我々は考えます。長年治水対策に携わってきた九州大学名誉教授の小松利光さんは、局所的には被災しているものの減災には一定の効果があったと見ています。この側に、流木捕捉施設を県が作ってますけど、これも機能していると。もしやってなかったらもっとひどい、完全な防災には至らなかったかもしれないけど、減災にはかなり効果があったんじゃないかなと。前回の豪雨ではおよそ200戸が浸水した大肥川流域でも河川改修の効果が見られ、今回の浸水の規模は小さかったと見られています。一方、小野地区の和田集落に住む和田秀明さんは、今回の豪雨ではこれまで経験のない被害だったと話します。73年住んでるんですけど、暗いもんにならんくらい今度はやっぱり大きな被害です。6年前と3年前の豪雨で自宅の裏山が崩れ、県が2度にわたり崩落防止工事と護岸の整備を実施していました。しかし今回は想定していなかった自宅の正面から濁流が押し寄せ、初めて浸水被害に見舞われました。今も全鉢でこんなふうにダーッと切ってしまうんです。切った杉と土砂が一緒になって詰まるんですよね、谷が詰まるがために他のところからザーッと流れてくるんですね。複合的な要因で起きる災害に対策の難しさを感じています。6年前の豪雨以降、地区を離れた人も少なくありませんが、和田さんはこの地に住み続けたいと考えています。帰ってこいというようなことは言えませんよね。こういうところにいますとね、先祖の土地があったり田んぼがあったり墓もそこの上にあるもんですから、自分はもう最後を守っていきたいなと思っております。地球温暖化により記録的な豪雨が数年ごとに発生する中、小松さんは従来の治水対策には限界があると指摘します。今地球温暖化がまだどんどん進展していってますから、前回被害を受けた災害よりもっとすごいのが来る可能性の方が高いわけなんですね。いわゆるインフラによる治水には限界があるとっていうことがもう大前提。自分の住んでる地域がどれぐらいリスクがあるかっていうのをやっぱりこう認識しておくことがもうとにかく一番大事ですね。行政による治水対策に限界が見える中、住民一人一人が水害リスクの高まりを認識し行動していくことがますます重要になってきます。